どうも、超ワールドサッカー TV のうっちーです。今週も超ワールドサッカー裏話のお時間がやってまいりました。今回も気になるニュースの裏側に迫ってまいりたいと思います。本日一つ目のニュースはこちら、ベジクタシュ香川劇的決勝ゴール。今シーズン途中からトルコの強豪クラブベジクタシュに活躍の場を移している元日本代表の香川選手、怪我で前節を欠場しておりましたが、週末行われた今夜スポル戦ではベンチ入り、後半30分から試合に出場するとアディショナルタイムの93分に値千金の勝ち越しゴールをマークしました。トルコ移籍以来決定的な仕事をやってのけている香川ですが、ワールドカップの後少し日本代表から遠ざかっております。ただ本人は代表復帰に前向きな姿勢を示しており、3月の代表戦に向けてメンバー入りするのかどうか注目してまいりたいと思います。2つ目のニュースがこちら、ズダンがレアルに電撃復帰。現地時間の3月11日、レアル・マドリーがソラーリ監督の解任、そして昨シーズン終了後に監督を辞任していたジダンが監督として復帰することを発表いたしました。今シーズンのレアル・マドリーは北欧杯、CL ともに敗退、リーグ戦も首位から12ポイント差の3位に沈んでおり、無冠が決定的になっています。これを受けて CL3 連覇を果たしていた旧体制に戻る形でジダンの監督復帰が決まりました。この件に関しまして、スペイン人スポーツジャーナリストのギジェム・バラゲ氏によりますと、ジダンが監督復帰するにあたってペレス会長とある約束をしていたと言っています。その条件とは、チームの移籍に関する決定権を監督であるジダンが持つことができるという条件です。この移籍に関する決定権というところは、ジダンがもともとずっと監督をやっていた時から訴えてきたところだったそうで、がずっと認められなかったことが最終的に昨シーズン終了後の突然の辞任につながってしまったと言われています。ただ今回に関してはペレス会長もジダンの方に監督をやってくれと頼む側になってしまったため、この要求を飲まざるを得なかったという背景がうかがえます。またこれと同時に、ジダンの監督復帰は様々な意味をもたらしておりまして、まずジダンが前から獲得を熱望していたチェルシーのアザールだったり、スパーズのエリクセンといったタレントの獲得が現実味を帯びるということでもあります。そして現レアル所属選手でいうと、ジダンと反りが合わなかったベイルは、かなり放出候補に出されてしまうんじゃないかという噂になっておりまして、それとは逆にソラーリ体制下で冷遇されていたイスコだったりマルセロだったりという選手が再びチームの中心に据えられるのではないかということで、一旦放出の話が白紙に戻りそうな予感がしております。今回のジダン復帰がペレス会長の破滅的な独裁からの改革の一歩になるのか、今後のレアルマドリーに注目してまいりたいと思います。最後のニュースがこちら、ビジャ2試合連続の決勝ゴール。10日に行われた明治安田生命 J1 リーグベガルタ仙台対ヴィッセル神戸の試合で、アウェイのヴィッセル神戸が3対1で勝利しております。この試合で1対1で迎えた後半、ダビド・ビジャ選手が古橋からのグラウンダーのクロスに合わせ、トス戦に続いて2試合連続での決勝ゴールを決めております。ヴィッセル神戸といえば年俸総額41億円の VIP トリオが話題になってますが、先日そんな VIP の V と P ことビジャ選手とポドルスキ選手が渋谷に登場したイベントの映像がありますので、そちらをご覧ください。このイベントはアディタスジャパンが主催のイベントで、タンゴリーグというストリートフットボールリーグのイベントだったんですが、そのイベントのスペシャルゲストとしてビジャ選手そしてポドルスキ選手が登場していました。もちろん僕はこの2人を見るのは初めてだったんですが、ちょっとポドルスキ選手について気になるところがございまして、2人ともゲストで来てたんですけれども、ストリートフットボールの試合中にポドルスキ選手がずっと携帯を見ていたりとか、表彰式の時もスタッフさんに思いっきり強いボールを当ててこういじったりとか、よく言えばお茶目なんですけど、ちょっと暴れん坊な感じをバンバン出していたところが少し気になりました。その一方で、ビジャはとても真剣に、子どもたちの試合を見てまして、思ったより真面目なんだなと、ちょっと意外な一面を見ることができました。ということで、超ワールドサッカー裏話でした。また来週。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いと思ったら、右下のチャンネル登録ボタンと高評価ボタンのクリックをお願いします。
今回はポドルスキ選手の暴れん坊キャラ疑惑に迫ってみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。レガルタ戦でもポドルスキ選手はゴール前の混戦でボールをキープしてた16番の古橋選手がいたんですけれども、そのボールじゃなくて古橋選手の足を思いっきり蹴ってしまっている場面があって、でなんかそういうところから、まあ、暴れん坊のキャラが出ているのかなと思いました。皆さんもポドルスキ選手が暴れん坊だなって思うシーンとか場面思い浮かぶものありましたら、コメント欄の方までお願いします。